小山駅は、鳥取県鳥取市小山町東一丁目にある、西日本旅客鉄道山陰本線の駅である。本港では、駅周辺にある、日本貨物鉄道の施設、小山オフレールステーションについても記述する。二面二線の相対式ホームを持ち、列車交換が可能な地上駅。以前は、単式、島式二面三線であったが、2003年、 鳥取県鉄道高速化事業により、鳥取駅寄りの分岐について一線する下工事が行われ、通過列車が一番線を通過するようになった。同時に、三番線を撤去し、一番線を上下本線、二番線を上下副本線とした二面二線となった。また、互いのホームは、古線橋で連絡している。三番線があった場所の隣に、 保線車両の留置線が存在する。有人駅であり、日中のみ窓口発見を行う。JR 貨物の貨物取扱施設で、旅客駅の東側、鳥取市古山町東5丁目に位置する。鳥取鉄道部にし鳥取車両支部に隣接している。取扱貨物は、コンテナ貨物のみで、12フィートコンテナのみを取り扱う。姫路貨物駅との間に、 トラック便が1日に往復設定されている。1997年より、貨物列車の発着がない自動車代行駅になり、トラック輸送に転換された。2004年に当駅放棄台線駅間の JR 貨物の第二種鉄道事業が廃止になり、JR 貨物古山駅は廃止され、古山コンテナセンターが設置された。その後2006年の貨物駅の名称整理の際に、 現在の名称に変更された。鳥取首都経営欄によると、2019年度の年間の乗車辞任は22.2万人で、1日平均の乗車辞任は607人と算出できる。近年の乗車辞任の推移は以下の通りである。快速、鳥取、ライナーの隣の停車駅は列車記事を参照のこと。ありがとうございます。